キョアヒロシは,は日本のボーカリスト、シンガーソングライター、アーティスト、エンターテイナー。所属事務所はラックスターエンターテインメント LLC。東京都出身。身長179センチメートル。体重75キログラム。19歳でスカウトされ、1989年より俳優、モデル業を兼業しながらロックバンドナンバーズ・フェラツのボーカルとして活動。 バンド活動を行う傍ら、CM、ロックミュージカル、ドラマ、舞台、ビデオ、ファッションショー、PV などに多数出演。1996年から1997年には、パーフェクトブ、ポップス、カウントダウントップ20のメインパーソナリティを務める。1999年からは、ソロアーティストとして活動し、横浜イホール、川崎クラブチッタを拠点に、 自身のイベント、バイブレーション、ロックルーブ、ザ・ゴールデン・タイムを展開し、様々なバンド DJ ともコラボレーションしてライブを行うなど、幅広く活動している。アコースティックギター一本のスタイル、バンドスタイル、形態を問わずライブを展開し始める。2003年、ビクター・エンターテイメントより発売のコンピレーションアルバムに参加。その後、自身の表現主体、 世界観を見直すため、2006年1月のライブを区切りとして長期活動休止。2016年7月、例からの挑戦と名打ち、新たな活動をスタートする。2017年1月から、カズサ FM にて、ラジオ番組、キョア兄さんのエニータイム R&R がスタート。同年6月には、第36回横浜開港祭にて、スペシャルライブを行う。 ロック、ポップス、ありがとうございます。